上手な俳優が感情よりも大切にしているものは何なんだろう。それは大切なことは感情よりも。こんにちは、ガチで本気の演劇ワークショップ楽園講師の難波義明です。今日は上手な俳優は感情よりも〇〇を大切にするというお話をさせていただこうと思います。最近ね、ワークショップやってて、いろんな質問を受けるんだけど、感情をね、すごい考えて、感情を込めて、感情を一生懸命伝えて、もう自分はもうすごい感情でいっぱいになってて、ちゃんと感情をぶつけられたのに、なぜか評価されないんです、ダメ出しをされます、どうかすると、臭いとか、オーバーだとか言われちゃうんです、どうしたらいいんですかとかね、よくね、そういうことをね、聞かれるんですね。実はここに上手な俳優とそうでない俳優の大きな違いがあるわけです。つまり何かっていうとね、上手な俳優は感情っていうものをそれほど大切にしないんです。というか、ここに書いてあるんだけど、感情ってあって当たり前のものとして考えています。感情が動いてないとか、その自分が演じるシーンの役の感情、役の気持ち、役の思い、そういったものが自分の中にちゃんと用意されてなければ、それはもう演技をするっていう段階以前の問題なんだよね。演技をしようと思えば、それがあるのが当たり前で、それを表現したり、それを説明したり、それをぶつけたりすることが演技ではないっていう考え方なんですよね。つまり良い俳優というのは感情っていうのはあって当たり前だし、演じてる間感情というのは大なり小なりずっと変化し続けるものという考え方をしています。そしてその感情と相手と状況との中でいかに自分の思いや自分の欲求を人に伝えるか、相手の思いや相手の考えをいかに受け取るかということに注視していきます。それが演技をするということです。なので感情を表現したり、感情を込めたり、感情的にセリフを言ったり、感情をぶつけ合ったりするのが演技でしょうと思っている人、この動画を見た今日この瞬間からそうじゃないんだって考えてみてください。感情は大切なものだけどあって当たり前のこと、そしてその感情にのっとって演技をしていくというふうに考えてもらったらいいのかなと思います。じゃあ上手な俳優が感情よりも大切にしているものは何なんだろう。それは名優は感情を込めたり、感情を表現したり、感情を説明したりしない。演技や作品に大切なのは空気感や雰囲気であるということを名優、上手な俳優たちは知っているのです。だから当然役の感情や役のシチュエーションと呼ばれるもの、生い立ちや経験してきたこと、役が置かれている立場や状況ということをしっかりと理解し、そしてそれをしっかりと自分のものにした上で、その役の持っている雰囲気や空気感、その役が今存在している、今まさに生きているその場所の空気感や雰囲気というものをとっても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 大切にします。そしてその雰囲気や空気感の中で自分自身の感情と共にいながら、脳みそを動かしながら演技を進めていきます。生きていきます。会話をしていきます。行動をしていきます。その時に雰囲気や空気感というものと一緒に演技を進めていくという訓練をしているわけです。つまり大切なことは感情よりも空気感や雰囲気というものである。だから俳優は雰囲気というもの、空気感、ね、生活感というのも加わるかな、というのをとても大切にしながら、それを一緒に演技をしている仲間同士で構築していきます。
大切にその空気感を守り合いながら、その空気感の中で交流をするということを大切にしているわけです。上手な俳優は感情よりも雰囲気、空気感、生活感を大切にする。これをぜひ覚えておいてみてください。そして演技や作品に大切なのは、さっきね、演技や作品にという言葉を入れました。なぜかというと、感情はあって当たり前のものとして観客も思っています。観客がお芝居や映画、テレビでドラマなどを見るときに何を楽しんでいってるかというと、もちろんストーリーも楽しみます。だけれども、最も大切にしている楽しんでいるのは雰囲気や空気感です。エンターテインメントっていうのは雰囲気や空気感を楽しむものなんだっていうふうに、ちょっと考えを、発想を飛ばしてみてください。そうすると俳優が何をしなければいけないか、作品を作るときに、その作品を作ることに携わっている監督や音響、照明、小道具、衣装、全ての人たちがみんなこぞって何をしているかというと、その作品世界の空気感、雰囲気の構築に尽力を注ぐわけです。そしてその中で、その雰囲気や空気感の中で、俳優はまさに役の雰囲気、空気感をまといながら、空気感の中で仕事をしていく、雰囲気の中で仕事をする。これが俳優や、ね、スタッフさんたちがみんなで大切にしている、僕は一番と言ってもいいぐらい大切にしているものだと考えています。なのでこれからね、演技をもっともっとやっていきたい、もっともっとたくさんの人に楽しんでもらえるお芝居がしたい、演技がしたい、エンターテイナーとして人に喜んでもらいたいと思っている皆さんは、ぜひ感情あったらダメだよ、考えなきゃダメだよ、ね、ちゃんと持ち込まなきゃダメだよ。だけど演技するときに、この空気感や雰囲気というものについて考えてみるのは、とっても自分のために良いことなのではないかと思います。今日はここまで。このね、雰囲気とか空気感とかね、そういった、演技をする上で普段ね、なかなか考えることができない、知ることができないことを題材にワークショップやっています。もし興味のある人は、ここぜひ参加してみてください。それから今日の動画を見て、あ、面白いな、いいなと思ったら、ぜひグッドマーク、いいね、ね、いいねを押してください。こうじゃないよ、こっちだよ、よろしくお願いします。それから概要欄に演劇のね、いろんな情報を、載せてありますから、そちらの方もぜひ見てみてください。今日はここまで。難波義明でした。